皆さんこんにちは。今回は伊藤椎名さんをご紹介します。高校時代にグラドルとして活躍した後、18歳でデビューした伊藤椎名さん、すでに引退していますが、4年の活動期間で60本もの作品を残した女優さんです。今回はそんな伊藤椎名さんを丸裸にしちゃいます。なお、伊藤椎名さんの人気作品は当チャンネルのコミュニティ欄でご紹介しますので、よかったらそちらもご覧ください。1. 伊藤椎名のプロフィール。生年月日1970年1月28日3サイズ93、57、88。2023年現在、すでに53歳となっている伊藤椎名さんですが、彼女がデビューしたのは1989年に遡ります。高校時代から別名義でグラビアアイドルとして活躍していた彼女は、卒業と同時に満を持してデビューしました。キャッチコピーは尻よりでかい胸で、自慢のいいカップとピチピチの若さのある肌で一躍人気女優になっています。今でこそこの業界では珍しくないいいカップですが、当時天然物のいいカップというのはかなり貴重な存在だったんです。作り物とは違い、ふにゃっと柔らかく揉み心地が良さそうで、腰を振るたびに揺れるいいカップに多くの男性が夢中になりました。若くて可愛く、おいは大きくて綺麗な形と男の欲望を形にしたような存在で、今でも伝説の女優として語り継がれています。あまりの人気だったため、当時にしては異例の多数の作品に出演するようになり、雑誌などにも引っ張りだこに。そのため家族にバレてしまって大反対を受けています。両親は同じ脱ぐにしても人に気づかれない壮麗にしろとやめるように説得したのですが、彼女はどこの誰かわからない人を密室で相手するよりもこっちの方が身元がはっきりしていて安全と言い切り、両親を納得させています。当時まだ20歳前後だったと思いますが、かなり強い女性ですよね。また当時テレビで大人気だった芸能人水泳大会にも何度も出演しています。この番組は今となっては考えられませんが、ポロリ要因というものが存在していて、伊藤椎名さんはまさにそのポロリ要因でした。お茶の間のテレビでポロリが見れるということで、当時の大人たちや思春期の男子は釘付けになっていたようです。引退後は銀座や六本木でホステスをした後、保険のセールスレディーなどもしていて、かなり苦労した時代もあったようです。今より風当たりの強い時代だったんでしょうね。その後スナックのママとして働いていたようですが、2008年にそのお店は閉店しています。プライベートでは結婚し2児の母となっているようです。結婚生活が続いているのかははっきりしていませんが、子供も大きくなり充実した生活を送っているのではないでしょうか。1989年にデビュー。東京都立足立高等学校在学時に柏木ゆかりとしてグラビアアイドルデビューした伊藤椎名さん。張りがあり形の良いイカップとあどけなさの残る見た目で、当時から多くの男性を魅了していました。そんな彼女は高校を卒業すると同時に椎名かおり名義で女優としてデビュー。デビュー作は E カップピンクのポッチです。その後 E カップクイーンという作品から伊藤椎名名義に変更しています。そのあどけない童顔とは相反するダイナマイトな E カップ、そして無駄な肉付きのないボディライン、そしてまだ疑似本番も多かった時代にガチ本番を披露したことで一気に知名度がアップし人気の女優となりました。今のようにネットで知名度がアップする時代とは違い、
紙媒体が中心となっていた当時にここまでの人気が出るというのはかなり異例なことだったんです。時代は今や令和になりましたが、彼女がデビューしたのはまさに平成元年でした。同じ年にデビューした女優には松坂希美子さんや五木真理子さんがいますが、その中でも伊藤椎名さんは異彩を放っていました。また当時この業界でデビューするのは何か後ろ暗いものがあると思われていた時代でもあるのですが、伊藤椎名さんの場合は自ら望んでデビューしています。その証拠に両親からの反対を受けた時も、それより安全と言い放ち、続けていく強い意志を見せています。3.1990年、写真集をリリース。デビューしてすぐ人気が出た伊藤椎名さんですが、1990年になると立て続けに写真集をリリースしています。処女作となったのは1990年7月にリリースした少女クラブ13伊藤椎名写真集眩しいなですが、同年8月そして10月にも写真集を発売し、どれも異例のヒットを記録しています。彼女はキャリアの中で計5冊の写真集を発売していますが、現在ではそれらがプレミアがつくほどの人気となっています。今の女優にはない素朴さ、ナチュラルさ、それでいて抜群の H ボディは今も多くの男性の心を掴んで離さないんですね。4.1990年、芸能人水泳大会に出演。1980年代から1990年代にかけてかなり人気の高かったテレビ番組が芸能人水泳大会です。人気芸能人が水着になってプールで戯れるこの番組は当時の夏の風物詩でもあり、かなりの高視聴率を叩き出していました。またこの番組が人気だった理由に、水着がはだけてポロリしてしまうというハプニングがあったんです。作られたハプニングで当然ポロリ要因が用意されていました。伊藤椎名さんはすでに人気が高く、当時は元祖アイドル的女優の立ち位置にいたため、この番組のポロリ要因として出演しています。水上ゲームを楽しんでいると水着がはだけていいカップが地上波であらわになるという、今では考えられない演出に多くの男性がテレビの前で歓喜していました。今の地上波テレビではそんな映像は絶対流れないですから、ある意味とてもいい時代だったんですよね。芸能人水泳大会だけでなく、セクシー路線の地上波テレビにも多く出演していました。こちらも人気番組だったうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばにも出演しており、本気印の E カップとして紹介されています。お、胃のでかい女の子としてお茶の間でも知られるようになりました。5.1993年に引退。そんな伊藤椎名さんですが、1993年に発売した作品をもって引退しています。引退作としてのリリースではありませんし、いろいろ調べてみましたが、正式に引退発表をしてからの引退だったかどうかは知ることができませんでした。当時は女性の賞味期限は24歳と言われていた時代ですし、この業界の女優は若いものという認識もあったので、年齢的に考えての引退の可能性もあります。彼女自身は引退時には若干22歳でした。今でこそ熟女というジャンルもあり、年齢を重ねても活躍する女優も多いですが、当時は今とはまた違う価値観だったんです。引退すると同時にテレビなどにも出演しなくなりました。引退直後、彼女は銀座や六本木でホステスとして働いていました。当時の彼女を目撃したという記者もいますが、 E カップを駆使してオラオラキャラで接客していたそうです。途中で水商売から足を洗い、セーフレディとして働いていた時期もあります。最近の作品でありそうな展開を期待しちゃいますね。セーフレディ以降も仕事を転々とし、
当時を振り返るとかなり苦労していたようです。今でこそ少しずつ偏見はなくなってきていますが、当時まだまだこの業界はかなりの偏見を持たれていた時代です。普通の女性として仕事をすることは想像を超える大変さだったのでしょう。最終的には錦糸町にあるスナックでママとして働き始め、2008年にそのスナックが閉店するまで働き続けていました。ファンや関係者もお店を多く訪れており、徐々に確立されてきた熟女ものに出演しないかという打診もあったそうですが、それらは全て断っています。熟女になった彼女も見てみたかったですね。2018年頃には新橋のキャバクラ春画に入店しているという情報がありました。こちらはお店からのツイートで発覚しているので事実だったようです。ただ今現在も伊藤椎名さんが春画にいるかどうかは分かっていません。気になる人はお店をチェックすれば、あの伊藤椎名さんに生で会える可能性もありますね。プライベートでは結婚し2人の女の子のお母さんになっています。結婚相手やその結婚が続いたかどうかの情報はありませんが、娘2人に囲まれて充実した日々を送っているのでしょうね。プライベートの情報はこれ以上分かりませんでした。6、まとめ。30年前に活躍した女優ということで、今簡単にネット上で動画を見つけられませんが、そんなレアさがあるから伊藤椎名さんは伝説の女優として語り継がれています。作り込まれた現代の作品に飽きてしまったという人は、彼女の作品で古き良き英知を楽しんでみてください。今回の動画は以上になります。今後の励みになりますので、面白かったと思われる人はいいねボタンを、他の女優さんも知りたいと思われる人はコメントとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。